SES のインフルエンジニア3年目で、半年ほど前に新人がチームに加わりました。 OJT コーチとして新人教育をしているんですが、悪い点ばかり目につき、新人の扱いが雑になったり、ストレスが溜まってしまいます。誰かに対して何かを教える際の気持ちの持ち方についてアドバイスがありますでしょうか。多分相手のためを思ってやってると思ってるのが良くないと思うんですよね。その相手のためを思ってやってるのに、なぜこの人はこんなにやってくれないんだろうとか、なんで覚えられないんだろうとかっていう、そのマイナスの面が見えちゃうと思うんですけど、まあ、どうせこいつクズだし、いつか辞めるだろうし、適当に教えときゃいいやっていうので、別にスタッフだと思うので、その人の給料は会社が払うわけじゃないですか。自分が払うわけじゃないので。なので、嫌われない程度に、ああ、そうなんだ。じゃあ分かんないところあったら教えて、って、その時言うからっていう感じで、次話すぐらいでいいんじゃないかなと思いますけど。Thank you.